自宅を映画館にしたい夢ってみんな持ってますよね。みんな持ってるの？かくいう私もそこそこ映画は見るので、より良い環境、より大きなディスプレイで見たいとは思うんですが、やはり場所を用意するのが困難ですよね。シアタールームってなると難しいね。そこで活躍するのがこのどもども吉田です。アシスタントのメガネです。通販番組みたいになってるが大丈夫か？まあそういう感じの映像特化型のヘッドマウントディスプレイを提供いただいたのでレビューします。グービス G3 MAX とは、グービス G3 MAX は、5K OLED の最高級映画館クオリティという大文句の、ヘッドマウントディスプレイ HMD です。略称が HMD ってことね。その主な特徴は次に挙げる通りです。5K 1000インチディスプレイは、1000インチ相当の巨大な画面サイズで、最先端の 5K OLED テクノロジーを採用し、フル HD に比べて約 1.8 倍の解像度アップを実現したとのこと。5K ってめちゃくちゃすごない？ただ実際は片目が 2560×1440140で、両目で合わせると 5K とのこと。それは普通に 5K ではない気はするので、誇張表現に注意。あと20無先で1000インチ相当とのことですが、どうやって測った計算したのかわからないので何とも言えません。ただ圧倒的に解像度が高いのは事実です。事実をありのまま伝えてほしい。パフォーマンス、120Hz のリフレッシュレートと、0.01 ムズの超低遅延でゲームや動画の動きが非常にスムーズ。リフレッシュレートと遅延は、私は FPS などの対戦ゲームを普段やらないので、評価できません。のであしからず、快適性と装着感、ヘッドストラップなしの本体はわずか 340G と超軽量であり、長時間の使用でも疲れにくい設計です。視力調整ダイヤルと同交換距離調整機能を備えていて、ここの視力に合わせてカスタマイズできたり、今回はレビューしませんが専用のイヤホンも開発されています。目に合わせられるの良いね。互換性、拡張機能、DP-ALTに対応した、スマートフォン、PS5、PC、Nintendo Switch、iPad、Xbox など、外部出力に対応したデバイスであればほぼ全て対応しています。 USB-C に対応した外部モニターって考えれば良さそうかな。 D4 ドングルメディアプレイヤーという専用のデバイスを接続すると、 YouTube、Netflix、Amazon プライムなどの配信サービスを楽しむことができます。 HDMI と Type-C のインターフェースを備え、 SD カードの読み込みや 4D 映画にも対応しています。 4D? だって書いてあるし、価格は現在国内クラファンマカエイクにて、最安で手に入れようと思っても123,600円。結構お高めのガジェットですのね。開封内容物ではレビュー用に提供いただいたグービス G3 MAX を開封していきます。よろしくお願いします。段ボールの中にケース、説明書類が入っていました。ケースを開けると、まずリモコン、ヘッドストラップ、 D4 ドングルメディアプレイヤー、 HC3.1 HDMI to Type-C コンバーター、 HDMI ケーブル、 USB-C to USB-A ケーブル、 USB-C to USB-C ケーブルと、これはヘッドストラップのバンド部分が出てきました。説明書類はこんな感じで一部日本語に対応しています。これはクリーナーですね。そしてこちらがグービス G3 MAX 本体。本体外観、グービス G3 MAX。本体自体は金属風の塗装、LED ライトが装飾として組み込まれた、サイバーパンクなビジュアルで、いかにも HMD ヘッドマウントディスプレイ、といった雰囲気です。SF やねえ。ただスタンドアロン型の HMD ではないので、クエストなどよりも小さめのサイズ感です。パッと見は似たように感じるけどね。上側面、左側にはボリュームボタン、右側には明るさボタン、サンディボタン、中央には USB-C 端子、ヘッドストラップ装着用の穴があります。左右対称かつ直感的に分かりやすい位置にボタンが配置されているのは良いですね。意外とあれっとこだってなること多いもんね。こういうの USB-C はラバーで保護されていて、取り外すとこのように現れる仕様となっています。下側面には謎のバーコード、同交換距離の調整スライドがあります。車線の開口は多分ファンの吸気か排気か。ファンもついてるの？内部はこのようになっています。レンズがあり、中心に着脱が検知できるセンサー、その上にヘッドストラップ取り外しのためのボタンがついています。また先ほども述べたように本端末はファンが搭載されていて、装着している際にレンズが曇らないように工夫されています。そういうことか。左右側面には視力補正ダイヤルがあり、回して調整します。カメラのダイヤルみたいで良い感じ。その横にも色々あり、上にある開口がスピーカー、左の下にあるのがイヤホンジャック、右の下にあるのが USB-C です。ヘッドストラップを装着するとこのような形状になります。なんとなく浮遊感がある感じ。ヘッドストラップに HMD がぶら下がっているような構成で、不思議ですよね。後述しますが、これが結構快適なんです。ヘッドストラップはシンプルにマジックテープで固定するもの。額部分、上の手みたいな部分にはリッチなクッションがついています。柔らかめなクッションだね。
D4 ドングルメディアプレイヤー。こちらはメディアプレイヤー。プラスチック製でずっしりとしていて、パッと見はモバイルバッテリーのようなビジュアル。表面に印刷されているロゴの意味やを調べてみると、どうやらドンキのチューナーレススマート TV などを出しているメーカーらしい。なるほど。それで結局これは何？システム的にはいわゆる Android TV で、別途付属するリモコンで操作するハードです。Fire TV みたいなやつってことね。上側面には電源ボタンと USB-C、下側面には HDMI 端子、左側面にはインジケーターとマイクロ SD スロットがあります。基本的には、この HDMI 端子から出力し使うものとなっています。普通にモニターとかに繋げても使えそうじゃね？そう思って繋げてみたら普通に映りました。HMD 用に色が調整されているのか、モニターで見たら色が変ではありましたが、なんだろう。そしてなんとマグネット着脱式で、このように取り外せます。どうやらこの手前の小さい部分が本体で、大きい方はバッテリー。なのでこの小さい部分のものを USB-C で給電しながら使うこともできます。面白いこういう仕様のスマホとか出てほしい。画面、ディスプレイはどう紹介するのが良いのかわからないので、とりあえずこのようにスマホで撮影してみます。まあ難しいわな。ディスプレイは片目が 2.5K、2560×1440 なので、実質 2560×1440 のディスプレイが目の前に現れるような見え方。かといってもどのくらいすごいのかはわかりにくいと思うので数値で示すと、こういった HMD デバイスでは PPD という数値で表現されます。ペンパイナッポーデバイス？これはピクセルパーデブリーの略で、視野角1度あたり何ピクセルか、という密度で、60ppd で視力 1.0 の人の見え方とのこと。なるほどわからん。その指標で言うと最新の VR デバイスであるメタクエスト3は、25ppd であるのに対して、グービス G3 MAX は46で相当高め。なるほど高い。公式の謳い文句が20無で1000インチという表現なのですが、正直それはよくわかりません。確かに距離がある場所に大画面があるようにも感じますが、単純に目の前に大画面がある、というようにも見えます。そもそもどうやって測ったんだろうか。とはいえ、ピクセルが完全に視認できないほどの高解像度であるのは事実で、単純に映画や動画鑑賞の用途だけを考えると、これ以上必要ないと感じるほどです。4K 欲しかった気もするけどどう？配信サービスをメインで使おうと思うと、4K で見れるサービスも多くありますが、なんだかんだ FHD がメインな上、画面サイズの調整は2段階でしかできないので、これ以上いらないと感じるほど十分な解像度かなと感じます。なるほど。ただ解像度が高いだけでなく有機EL なので発色も良く、映像体験としては最高レベルです。スピーカーは良くないです。そもそもスピーカーの位置が耳から離れていて上側にあるので、ボリューム的にも小さく感じますし、低音が弱くシャリシャリとした音色。残念。同じくヘッドマウントディスプレイの、メタクエスト2、ロキッドマックスと比較してもスピーカーは弱いなと感じました。なのでより没入感を得たい方は有線イヤホン必須です。まあイヤホン前提で使う人多そうだし問題ないよね。かなり高級なデバイスで用途も限られてくるものなので、妥協して欲しくなかったな、とは思います。それはそうかも。充電いらずで使用可能。本端末はスタンドアロン型の HMD ではなく、その上バッテリー非搭載です。なので外部出力できる端末が必須になってくるのですが、端末側からの給電で使えるので、AR ブラスト等と同様、充電する必要がないのが、一つ便利ポイントですね。これ一つだけで気軽さが上がるのでかなり重要です。ケーブル一本で使える便利さよな。気軽に使うための工夫として、ヘッドストラップは超簡単に着脱可能となっています。穴に差し込むだけ、外すときは額部分にあるボタンを押しながら、引っ張れば簡単に取り外せます。持ち運びに便利ってことね。フィット感はすごい。帽子をかぶるような感覚。いわゆる HMD って目の周りをぐるっと巻きつけて、固定する形式のものが多いですが、この端末は違います。というと、感覚としては、ヘッドストラップ部分が帽子のようになっていてかぶり、ゴーグルを目に当てるような感覚、しかも角度調整できるようになっているので、ちょっと周囲が気になったら、フェイスシールドのように上に持ち上げて確認できる。なんかかっこいいよそれ。若干重みで前に下がってくる感覚はありますが、耳周りが圧迫されない快適さの方が優位に感じます。重量はヘッドストラップ部分込みで実測値が470g と、かなり多めではありますが、バランスが良いおかげで疲れてきたりすることはありません。最初変な形状だと思ったけど結構良さそう。没入感エグい。鼻からも光が漏れないような工夫もされていて、マスク部分がラバーで密着感があるので完全に真っ暗になるんですよね。鼻から漏れないのも良いね。AR グラスはやはりメガネだからずれやすく、ずれてきたら構造的に上半分が隠れやすい。こちらはしっかりとした HMD なのでずれにくいですし、とにかく没入感がすごい。どんな感じ？試しに2時間程度の映画を3本見たんですが、1本見終わった後はまさに映画館から帰ってきたような感覚になります。
ました。試しに3本見てるのが気になっちゃうんだけど、瞳孔間距離調整でより自分に合うレンズの位置に調整できますし、視力補正もプラス2-7までできるので、とにかく映像を見ることに特化した HMD なんだなと感じます。まあそんだけ集中できちゃうっていうのがわかった。乱視にも対応します。連絡してくれればみたいなことが書いてあるので、気になっているが眼的に厳しいって人は、とりあえず問い合わせて聞いてみるのが良さそうです。ええやん。酔いやすい人注意。この端末に限らず、画面が固定された HMD や AR グラスは頭を動かすと、同時に画面がわずかに動いてしまうという点から、酔いやすいです。まあそれに関しては仕方ないけどね。寝転がったり頭を壁やソファや椅子に寄りかかった、頭が動かない状態であれば酔うことはないので、いつでもどこでもというのは厳しいかなと感じます。慣れれば平気かもよ。なので PC モニター代わりにして作業することも可能ですが、頭を動かす代わりに目を動かして作業しなければいけないので、非常に目が疲れます。肩も凝ります。適度に体を動かしましょう。ゲームで遊ぶのも良い。ゲームももちろん遊べます。UMPC や Steam Deck、DP Altに対応したスマホやタブレットであれば、ケーブル1本で大画面で遊ぶことができます。こりゃいいぜ。スイッチでは1本で出力することはできないので、ドックから何かかませたりして繋げなければいけませんが、テレビモードとして 1080p で快適に遊ぶことが可能です。じっくり使ってみた感想としては、とにかく、高解像度で映画を鑑賞したりするのにぴったり、なヘッドマウントディスプレイだと感じました。ゲームももちろん良いね。私は基本耳をあまり塞ぎたくないので、基本的にイヤホンではなくスピーカー派で、どうしてもスピーカーの悪さ、が気になってしまいましたが、せっかくの良い体験がね。普段から音楽や映像を見る際は、有線もしくは無線のイヤホンを使うし、高級イヤホン持ってる。って人、こういうデバイスを買う人は持ってそうな気はする。であれば、そもそもイヤホンつけて使う前提だし、となると思うので、そこまで大した問題じゃないかもしれません。まあモニターと考えればね。あとは正直価格がかなり高いので、よっぽど刺さる人じゃないと、買うに至らないだろうなって思います。どこかで試せれば良いけどね。しかしこれまで見たことないレベルでの解像度の高さのディスプレイが目の前に広がり、外部の光も漏れず安定感もある、とんでもない没入感の映像体験を楽しめる、まさに携帯できる映画館、その歌い文句は本当に間違いないと思います。良いのは間違いない。手軽さで言うと、サングラス型の AR グラスの方が、圧倒的に手軽で軽くて、装着時の負担も少ないですが、没入感や画面の表示サイズにおいてはやはり弱いので、そちらを使ってみて不満だった人であれば、なおさら気に入るかもしれませんね。